今日のその横手のあの雪祭りがあるから、あのホテルがもう全滅してて、で放送でリスナーがここなら空いてるぞっていうので裏路張られて撮ったホテルが、あの昨日と同じ大曲の駅の近くの別のホテルだと、あラッキーだと思って、なんか空いてたんだと思ってすげえなと思ったら、まああの大曲の花火の時もそうだし今もそうなんですけど、基本的にお祭りの時って値上がりするんだよ、一泊の宿泊料が。で大体2万とかするの、いいホテルだと。なのにもかかわらず、そのリスナーに貼られたウラルのホテルは4000円だった。そう、あ結構安いなと思って。で、まあ、とにかくそのスピーディーに抑えないと、なんかいちいち調べてたら他の人に取られちゃうから、もう急いでウラルクリックしてとりあえず宿泊を抑えた。そう、宿を抑えたのね。だけど行く前に少しでも早くチェックインできないかなと思って、よ昼の12時チェックアウトぐらいからホテルに電話かけまくってたの。そう、まあ一応2時なんだけど、少しでも早くチェックインできないかなと思って電話かけまくったんだけど出ないんだよ。出ないどころかトゥルルルルが5回ぐらいになるとツーとか言って、なんか転送されて、なんか音が変わるんだよね。トゥルルルトゥルルルトゥルルプー、トッ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 トみたいな感じの、明らかに飛ばされてんだよ。そう、あの電話応答する気ないのねする気ないの。あ、さすがに2時からのチェックインだから、まだ電話出ないのかなと思ったので、普通だったらホテルが電話出ないってありえないんだけど、その4000円のホテル取った時にいろいろそのホテルのレビュー見たら、数百件の口コミがあるのにもかかわらずレビューが星2っていう、星2台っていうね、うん、それプラス2020年にインターネットのクソ物件オブザイヤーに登録されてる、地元からは心霊ホテルって呼ばれてる、ね、泊まった人はラップ音を必ず聞くとか、前の宿泊客の歯ブラシがそのまま残っているとか、蛇口をひねっても水が出ないとか、あまりの臭さに寝ることができないとか、禁煙ルームに泊まってんのに喫煙と変わらないぐらい臭いとか、数々の悪レビューが書き込まれまくってんですよ、ブワーっつって。でこの横手に快活クラブがあるんですけど、快活クラブ2000円で泊まれんの。その快活クラブよりも評価がひどいし、実際ビジネスホテルなにもかかわらずかなりひどいらしいんだよね。そう、まあ、だから外観もやばいんですよ。なんか檻みたいな感じになってて、もう壁はボロボロに剥がれてるし、なんかダクトみたいなのがむき出しだし、25年ぐらい前の団地みたいになってんだよ。そう、だからもうそのレビューを俺見てたから、電話出ないぐらいではまあ別にしょうがないなと思ってたの。普通のホテルだったら怒ってたよ、なんで電話出ないんだとかって怒るんだけど、まあレビュー2じゃまあしょうがないじゃん、あそんなもんか、やっぱ電話出ないなと思って。だけど、まあ、もしかしたら出てくれて早くチェックインできれば早く荷物置けるし早く準備もできるし休めるなと思ったんだよ。で俺もさ結構全国いろいろ回っててさ、粗悪なホテルなんか何度も泊まってきたから、まあ、よっぽどじゃない限りは耐えられるんよね。え、泊まった部屋がさめちゃめちゃ下水臭くて交換してもらったこともあったしね、え禁煙ルームなのに喫煙ルームみたいな匂いしたりもあるし、西谷に泊まったこともあるし、まあ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 、ある程度慣れてるんで、まあまあ一応休むぐらいのことはできるだろうと思って、まあでもいい、とりあえず早くチェックインしないとなと思って電話かけまくった、全く出ないですよ。どうで食事する前かけても出ない、食事し終わった後も出ないで、1時半ぐらいに行こうかなと思ったよね。2時からチェックインなんだけど、1時半だったらさすがに電話出るだろうと思って1時半に電話したんですよ。1時半に電話しても出ないんですよ。もうこれ直接行くしかないなと思って Google マップに入力したんだけど、ホテルらしいものが見えてこないですよ、マップのピンのところに。どれがホテルかなと思ったら、なんかでかい建物の裏側にお化け屋敷みたいなのが出てきて、えこれみたいな、すごかったっす。俺写真撮ったんだけど、まあ、まだチェックアウトしてないから見せられないけどね、これ後々なんですけど、えっていうびっくりするやつです。あれこれ富士急ハイランドの戦慄迷宮かなみたいな、おーっていう、なかなかの外観で、もうビローって剥がれてるんですよ。ババアのかかとみたいに、外観の壁の
塗装が剥がれてるんですよ。みんなビローンビローンってこっち向きにビローンってこう剥がれてんの。うわ、なかなかやなと思って。ほんで入り口の横になんかハイエースみたいなのが止まってて、そのハイエースの後ろのトランクの部分が開いてて、なんか中にいろんな掃除する道具とかがむき出しになってんだよ。なんか変なダクトみたいなやつとか、なんかモップとかなんかほうきとかみたいなボボボボボってこうやって詰まってて丸見えな状態で、そのまま入り口に止めちゃったんだね。あ、多分掃除してる人だ、清掃だみたいな、これ入れんのかなと思って中入ったんですよ。そしたらなんかチェックアウトする人はルームキーをここに入れてくださいっていうなんかカゴみたいなのが置いてあったのね。でその横に不在の場合は呼び出しベルで呼び出してくださいって言ってチーンするやつ置いてあったんですよね。チーンするやつが、あ、これで呼び出すんだって。まあ周り見たけど誰もいないんですよ。誰もいないので、チーンとしたら出てくるわけないんですよね、もちろんね。チーン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 とするんですけど全く人が来る気配ないの。チーン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 って、そしたらなんか階段からテク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 ってちょっと大柄なお兄さんが降りてきたんですよ。で大柄なお兄さんが降りてきて俺と目が合ったんだけど、そのまま何もなく車の方に行ったんだよ。いや声かけんかいいう話で客やぞっていう話なのに、そのまま出入り口から出て行って、その入り口に止めてあったハイエースの方行ったんだよ。あ、清掃の人かなって。そしたら今度また階段から今度は白シャツのお兄さんが出てきたんだけど、明らかに日本人じゃないんですよね。あ、多分日本語通じないなと思って、すいませんって言ったらでこう会釈だけしてそのまま行ったのよ。やっぱ通じんのよ。通じないんですよ。そうで、その後にもう一人女の人も降りてきたんですよ。ですいませんって言ったらでも行ったのよ。え、誰も日本語通じないのと思って、嘘やろと思ったら、一番最初に降りてきた大柄のお兄さんが、あ、すいません、お客様ですかって言われて、お客様以外ここにいたらおかしいやろって話で、はい、今日予約してる市川と申しますけどつって、初めて話しかけてくれたんですよ。でパッて、その時にそのお兄さんの服装を見たら、なんかモグラの穴みたいに服のほとんどが穴開いてるんですよ。ちょっと大丈夫かな格好と思って、なんかかなりボロボロな格好されてて、まあもしかしたらね、お掃除でだいぶ傷んでしまったのかもしれないけど、そうめちゃめちゃボロボロの格好しててさ、あ、従業員なのか清掃員なのか分かんないの。まあでもとりあえず話しかけてくれて、あ、じゃあとりあえずチェックインしますかみたいな話で、いや、チェックインしますって言って、もう今からでいいですかって、ああ分かりました、じゃあ受付しますって言って、清掃員兼従業員なんですよ。でカウンターの中入って、あ、じゃあこの紙を、ちょっと待ってもらっていいですかって言って、またバッと離れていくんだよね。いやいや、どうなってんだここのホテルはと思ったら、今度別のお姉さんが来て、じーっと俺の目を見て、ご宿泊ですかって言われて、うわ怖っと思って入ったら、少々お待ちくださいって言われて、あ、はいみたいな。でその人もカウンターに入ったんですよ。で結局その大柄のお兄さんとお姉さんが受付をしてくれて、で名前書いて、で料金4000円ですって払ったんですよ。じゃあお部屋番はって言ったら、あとか言うの、あ、え、あ、みたいな、なんかあとか言って、で、女の人が、え、何番なの何番なのって言ったら、何番ですって口からはっきり言わずに、なんか俺には見えないそのカウンターの低いところでなんかこういう風にして 指でここみたいな感じで、そしたら、あーとか言って、女の人がカウンターの横にあるなんかボロボロのブルーのバケツこうやって持って、そのままこうやって言って、お客様すいません、ちょっとお時間いただいてもよろしいですかって言われて、今から清掃するんかいと思って、そう今からかいみたいな、部屋作ってないじゃんと思って、すいません、ちょっとお時間いただいてよろしいですかみたいな、うわこれ40分ぐらい待つなと思って、3、40分ぐらいだって今から清掃でしょと思って、もしあれなんか、すいませんちょっとお時間いただけますかって言うから、じゃあちょっと待ちますわって言って、でそのまま女の人がはけてったんですよ。そしたらね、10分ぐらいで戻ってきて、大丈夫ですって言われたの。早くないと思って、プロの仕事すごいなと思って、え、もう10分で入れんのみたいな、そう入れんのかなと思って、まあそんな感じでいきなりホテル入っていろいろあって、で思ったのは、まずホテルの出入り口から中入った瞬間にとてつもないカビの匂いがするのね。今まで感じたことないホテルの香りがしまして、まずウィーンって、一応自動なんですよ、ウィーンって入った瞬間ふわーんとこう、もう一発カビパンチ鼻に食らうわけよ。バーンチバーン食らって、おー、これはやっぱり特殊ホテルだなって。で
フロントの前に立つんですけど、あ、時計がまず傾いてるね。丸時計があるんですけど、ちょっとこう傾いてるんですよ。そう、ここはこう傾いてる、うん、で、あ、なるほどねと思って、時計が傾いてんだと思って、で、話戻すけど10分ぐらいでお姉さん来て、で、清掃大丈夫ですって言って、で、お兄さんからまあ結局鍵は渡されて、で、この部屋になりますって言って、で、階段とエレベーターがあるんですけど、まあ俺エレベーター乗ったんですよ。で、エレベーターはもうほんとちっちゃいです。人2人ぐらいしか入れない感じです。で、チーンって開いたら、チーンって開いた目の前に俺の部屋があるのね。エレベーター徒歩3歩なんですよ。エレベーターから徒歩3歩が俺の部屋で、あいたらそこに部屋があるんですよ。もう目の前に徒歩3歩なんですよ。いや絶対寝れんやん、音で絶対寝れんなと思うんですよ。そうで、扉はなんか鉄の扉でむっちゃ重いんですよ。ギーギーみたいな、もう分厚いやつで、そう、分厚い鉄の扉なのに部屋の横の壁はめっちゃ薄いんですよ。そうで、ガチャって開けたら、今まで俺そんなことしたことないんだけど、開けた瞬間にうわっつって俺おえつしちゃって、部屋の空気が俺の体に合わなくて、むちゃくちゃ臭いんですよ。そのむちゃくちゃ臭いのは、そのまあ俺が予約した時にもう喫煙ルームしか空いてないから、タバコの匂いじゃなくて、その喫煙ルームだからって言ってタバコの匂いじゃなくて下水の匂いなんですよ。そう、カビと下水、排水の匂いがもう部屋中に立ち込めてて、まともに呼吸できないんですよ、むちゃくちゃ臭くて。だからホテルに入ってそのまま靴のまま部屋の一番奥まで行って窓開けたんですよ。一発目バーって窓開けた瞬間、雪がブワー降ってきて、俺何しとるんやろうなと思って、そう、まず一つこの空気入れ替えないかなと思って、まず部屋の窓開けたんですよ。そうで、風呂場とトイレがくっついてるの、ユニットバスになってて、風呂はなんかサイコロみたいな正方形で、すぐ横に洗面台があって、すぐ横にトイレがあるんですよ。全部くっついてるんですよ、ポンポンポンって。で、水の出る蛇口っていうのは、お風呂の蛇口をこう洗面台に持ってきて出すタイプのやつだね。洗面台の上には蛇口がついてません。シャワーノズルの下に細い蛇口がついてて、その蛇口をグイーってこっちに持ってきて、そこから水を出すんですよ。そう、そういうタイプのやつです。で、何が臭いかっていうと、そのユニットバスがむちゃくちゃ臭いんですよ。で、トイレをするたびにトイレの蓋を開けるんだけど、そこからすっごい匂いがするのね。だから、ホテルに泊まってるのにもかかわらず、一番空気がいいのが廊下なんですよ。そう、部屋より、部屋にいるといられないの。部屋にいると空気が悪すぎておえつするしいられないから、ホテルに泊まってるのにもかかわらず一番空気がいいのが廊下っていう状態で、部屋よりいいんですよ。だからトイレ入れないんですよ。だからツイッターのサブのつぶやきで、うんこするのに駅まで行くのは遠いなっていうつぶやきは、トイレ使えないんですよ、むちゃくちゃ臭くて。駅のトイレより臭いです。もう思いっきり排水の匂いがするんですよ、思いっきり排水の匂いが。でも普通そこまでひどかったら部屋を交換してもらうとかできるんだけど、この横手の祭りの影響で、そんなホテルでも今日満室なんですよ。だから部屋のチェンジももうできないんですよね。そう、だからもうどうしようもねえなと。で、その後部屋をキョロキョロしたら、なんかさ、電話あるじゃないですか、フロントとかに電話できる電話機あるじゃないですか。電話機の上にホコリと壁が剥がれて溜まった白いなんか瓦礫みたいなのが、その電話の上に積もってんですよね。ホコリだけじゃないですよ、壁の土みたいなやつが剥がれてんですよ。その2層になってんのね。2層になって積もってんの。そうで、テレビの下に貞子が出てきそうな、めちゃくちゃ古い20年ぐらい前のビデオデッキがあって、そのビデオデッキの上にテレビのリモコンが置いてるんですけど、そのリモコンとデッキにもホコリ溜まってるんですよ。この部屋は先日から人が泊まってないわけじゃないんですよ。昨日もいたはずなんだよ。だって今日清掃入ってんだから、清掃で俺10分待ったんだから、昨日も泊まってる人がいたはずなのに、もうリモコンにホコリが溜まってるんですよね。どんだけここはホコリっぽいんだって話なんだけど、窓を開けるじゃないですか。で、窓を開けると、一応、なんか日差しが入ってくるんですよ。日差しが入ってくるんだけど、陸別町で見た景色のような部屋でホコリのダイヤモンドダスト見れるのね。キラ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 って、全部ホコリです。
そう、ビャーって日差しが入ってくるから、その日差しで部屋が明るくなるじゃないですか。そうすると部屋にダイヤモンドダストが見えるんですよ。キラ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 、ホコリのね、ホコリのですよ、水分じゃないですよ、ホコリのダイヤモンドダストが見えると、ビャーみたいな。そうそんな部屋なの。ねえ、くしゃみ止まんないの。俺3回くしゃみしたの。3回くしゃみしたし、そう。で、もうね、ホテル入ったんだけど、もう服も脱げなくて、そう、休めないじゃん。だからとりあえず、ベッドに腰掛けたんですよ。で、ベッドに腰掛けたんだけど、そのままこうやって横に倒れてみたのね。そうすると、ベッドの縦の幅が短すぎて、俺の足入らないんですよ。壁に足が当たるんだよ。そう。だから横になって壁に足を当たってる自分の写真撮ったら外国の写真なんだよね。もう見た目ね、靴履いてるし部屋狭いし、壁茶色だし剥がれてるし、もう外国の写真なんですよもうその写真は俺撮ったんだけどチェックアウトしたら見せるから、みんなに。まだ一応まだ今日チェックイン中だからね。もう外国の写真なのすごいのマジで。で、もうありとあらゆるところがツッコミどころで、そう。でもね、そんなホテルなんだけど、いいサービスもあってね、エレベーターの前にね、本棚があってね、そこに漫画の本がいっぱいあるんだよ。うん。で、漫画の本がいっぱいあるんだけど、目についたのが、週刊少年ジャンプって書いてあって、ハイキューって書いてあったの。もう終わって何年経ってんだったらしい。で、単行本は、シャコタンブギーが揃ってんの。シャコタンブギーみたいな。随分と渋い本置いてあるなと思ってさ、シャコタンブギーって。うん。まあ、そんなホテルで、なんかその本のチョイスとかは結構面白いんですよね。本のチョイスとかは。あと、その本の横に謎の水のボトルがあるんですよ。水のボトルと横にポットがあるの。要するに宿泊してるお客さんご自由にお使いくださいっていうので、ちっちゃいテーブルの上にポットと水のボトルがあるんですよね。で、水のボトルは7割ぐらい入ってるんですよ。3割ないんですよ。え？これ？昨日のままっていう。だって俺一番最初にチェックインしてるんで、俺1時半から行ってるから、そのホテル2時からですから、2時半、俺1時半には行って1万客で入ってるんですよ。何にもかかわらず、3割か4割ないんですよ。どうしてって話なんですよ。飲めないじゃん。しかもコップもないんですよ。そう、うん。だからもうちょっと不思議なホテルなんですけど、あと電話かけても電話出なかったでしょ。実は俺が1時半に行った時もホテルにめちゃめちゃ電話かかってんだけど、従業員の人は絶対に電話が鳴ってること知ってるはずなのに誰も出ないです。ある意味配信できるだろうね。誰も電話出ないです。鳴ってんすよ、プルルプルってめっちゃ電話鳴ってんだけど誰も出ないです。うん、なんで出ないのかなと思うぐらい出ないです。気づいてんだけどね、忙しいのかな。うん、電話手が回らないのもあると思います。多分日本人の方2人と外国の方2人だったかな、俺が見たのはね。うん。で、そのカウンターの横に、騙されるな特殊詐欺っていうポスターが貼ってあります。うん。何のことなんだろうって思いました。その、フロントカウンターのすぐ横の壁のところにめちゃくちゃでかいポスターで、騙されるな特殊詐欺っていうポスターが貼ってあるんですよ。なんかちょっと面白くない？そう。で、あとお金を払ったのにチェックインできない。あ、そうなんですよね。とりあえず4000円ですって払ったんですけど、部屋掃除してなかったんで、すぐにチェックインができなかったっていうね。まあ、なかなか、面白いホテルで。で、3時くらいに出たのね。まあ、横手に行かなきゃいけないから3時くらいに出て。だけど古いホテルだから、もしかしたらさ、出入り口のドア閉まっちゃったら困るなと思って、そこ確認しとこうと思ったの。ホテルの人に、入り口は閉まるんですかとか言って、こう出入り口ってどうなんですかって言ったら、閉まりますよっていうか、難しいですねって言われたの。え、日本おかしいやろと思って。難しいですねって何の話みたいな。難しいですね。今日はいっぱいなんですよって言われたの。え？みたいな。いや、僕ここに宿泊してるもんなんですけど、てかさっき喋ったばっかのお姉さんなのにだよ、ここに宿泊してるもんなんですけど、いやこの後出かけるんで夜中に戻ってくるから、出入り口は24時間空いてるんですかって言ったら、ホテルなんで出入り口は24時間空いておりますよ、大変失礼いたしましたって言われて、え、会話できんのと思って、俺のこともう記憶になくて、宿泊できるかどうか空室を確認で 空室を確認しに来てる人と間違われたんですよ。そう、え、15分30分前に俺さっき喋ったんだよ、そのお姉さんと喋ったのに、もう俺のことを忘れてて、いきなり来た人だと思われちゃったんですよね。そう。だから今日はもう満室だからって言われて。
いやいや、満室だからじゃない、俺もチェックインしとるからいう話で、そうじゃなくてこれから出かけるからホテルの入り口が閉まるかどうかを確認してるだけって話なんですけど、なんかね、ちょっと会話が噛み合わないんですよね。うん、いや顔は絶対見てた。だって一番最初にこうやって覗き込んできて、チェックインですかって言われたんだもん、そのお姉さんだもん。ちょっと俺ビクッとしたもん、ちょっと怖かったもん。すっごい俺の目見てくんだよ、じーっとこうやって見てきて、チェックインですかって言われたから、はいチェックインですって言ったんだもん。だから絶対見てんだよ、同じ人なんだもん。だってそう、何歳くらい、いや4、50ぐらいの方かな。なんで俺今日もう野宿かなと思ってつぶやいたんです。それなんでかっていうと、絶対寝れないです。もう俺あの空気が体に合わなさすぎてホテル出てきちゃったもん。もうトイレに入れないのよ、あまりにも臭すぎて、下水の匂いがひどくてさ。だから宿を押さえてるのに野宿って、宿だったら入るよ、宿なのに宿じゃねえんだよ、野暮な話するんじゃねえよ。うん、宿だったら泊まってるんだよ、宿に泊まったのに宿のレベルに達してねえから無理なんだよ、ひどすぎて。その上電波もねえし、ダメ元で部屋帰るのお願いできないの。ねえお前、頭4000円かよお前。ホテル全体がそうなんだよ、部屋変えても一緒だろうが、特に満室だし、ほぼ変えられないんだけど、変えたところで一緒でしょ。まあでもね、あの廊下とかは別にそこまで問題ない。あでも確かにちょっと暗いね、なんか部屋の空気が一番汚いんだよおかしいんだよ、普通宿ってさ、外観汚い、フロント汚い、廊下汚くても部屋さえなんとかなってれば閉じこもれるのに、部屋が一番しんどいんですよ。特にその風呂と洗面台とトイレが一緒になってる部屋を開けるともう無理、窓開けないと、あの枕元のところまで全部その排水の匂いが流れてくるから、間違いなく横になれない。とんでもない臭さ、マジで。渋谷駅のトイレの方が綺麗なんだもん、もう本当に。なんかそのおしっこの匂いとかそういうのじゃないんだよ、あの下水から込み上げてくるあの臭さなんだよ、鼻につくあの酸っぱい感じのあの臭い匂いがするんだわ。うん、あれがもう上がってきちゃってて、ずっとプーンとしてんだよ。だからトイレ行くたびにその扉開けなきゃいけないから、もう一回部屋に流れてくんだよ。で流れてきたものを全部窓開けて流すんだけど、意味がないんだよね。だからホテルに泊まっていながらも、部屋にいながらもトイレで用を足せないっていう、開けたら終わりだから、開けたら終わりだから閉めときゃいいじゃんと思うじゃん。閉めてもドアの立て付けが悪くて8ミリぐらい開いてんだよ、でそこから全部漏れてんだよガチャンって閉めてもここ8ミリ空いてんのね、ここが8ミリ空いてて隙間ができてんだよ、でそこから全部漏れてんだよ。その部屋建物の真ん中じゃないですか、真ん中らへんかもしれない。なんでだって俺チェックインするときにあって言われたもん、そのあの意味がまだ分かんないんだよね。掃除してないって意味のあなのか、やべえここしか空いてないって意味のあなのか、何のあか分かんないけど、あって言われたんだよね、あーみたいな。でしかも部屋の番号言わなかったんだよ、フロントにいた男の人と女の人で指さしてやってたの、こういう感じで、ここみたいな、何号室って言わなかったんだよね。えちょっと待って、なに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 、配管が集合してるから一番臭いですよあそういうこと、俺の部屋がってこと、直感だから、その直感が一番集まってるとこだから臭いってこと、俺の部屋が一番臭い部屋当てがわれたの。へえ。いやもう無理、寝配信無理で、本当に寝れないんだって、うるさいな。俺だってさ、うんこしたくて駅まで行ったんだよ俺できないから、だってあのおしっこするだけで3回嗚咽したんだから、うぅうぅっていうたびにおしっこプル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 って言って、そう、あの便器の中に入れるの大変だったんだよ、うん、だって座れないしさ、狭くてもう立ちしょもしかできないからね、うん、いやだからトイレ行くときにこうしたんだよ、こうやってネックウォーマーで、そしたら突き抜けてくるの、マジでコロナより強い、全然ダメ、全然勝てない、マジで全然勝てない、本当に勝てない、お前本当に勝てない。私はいつまでもやります、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。